立花さん有罪判決が確定してましたけども、一応ね、最高裁で上告が棄却されたのかな。だから執行猶予がつくんですよ。だから別に逮捕されないですよ。いわゆるこう刑の犯罪の確定がしたわけで、立花さんは執行猶予付きの判決になりました。でも立花さんのやっぱりうまいところは大義名分があるから、革命を起こす政治家だから、多少のイリーガルのことは許容すべきだ、まあ、そういう言い方じゃなかったけど、そういうようなニュアンスのことを言ってたんで、政治家って強いですよね。